皆さんこんにちは、ゆっくりフランだよ。今回はジャングル探検&アイテム探しに行くよ。実はさっきまでクプルフのノート激戦を繰り広げてたから結構な量の鉱石が集まったよ。だからこの鉱石を使って新しい防具を作るよ。これなら防具作っても延べ棒が残るな。よし、115個できた。じゃあ、作ろうか。じゃあ、装着っと。だいぶ防御力が上がったよ。これでもっと強いモンスターと遊べるよ。おっと、この防具を紹介しないとね。この防具はクリムゾン鉱石を使って作ったよ。防具を揃えると体力回復速度が上がるよ。すごい勢いで回復するけど、止まってないと効果は薄いかな。じゃあ、準備してジャングル地下探検に行こう。もう少しで入り口だな。お、これは、どうやら隕石落下地点みたい。この鉱石は触れると体が炎上するという厄介な鉱石だよ。炎上するのを防ぐアイテムもあるけど今は作れないし素通りするよ。さて、ジャングルに到着したわけだけど、変化があるところだけ紹介するよ。ジャングル地下は結構広いからね。蜂の巣を発見したよ。この中にはまあいろいろあるけど、また別の機会に探索するよ。2個目の蜂の巣を発見したよ。最初に発見したとことそんなに離れてないところにあったよ。意外とあるものなのかな？お、これは、やったね、小さな部屋だよ。ライフクリスタルもあるし、宝箱には何があるかな？かぶったな。まあ、他にいいものもあったからよしとしよう。おお、小さな部屋の下にも宝箱があったよ。トライデントか。槍は真紅の地で手に入れたので間に合ってるからな。まあ、持ち帰ろうか。金の宝箱発見っと。何か新しいものでもあればいいんだけど。かぶったか。アイテムロストした時のために取っておこう。じゃあ、一旦戻ってアイテム整理してくるよ。お、ジャングル固有の小さな部屋だ。何が入ってるかな？開ける前に少し整地しようか。さて、何が入ってるかなっと。野生の爪か、道具とか武器とかのフルスピードが上がるよ。まあ、いいもの、なのかな？だいぶ深くまで来たな。マグマもあるし。お、また宝箱だ。もうちょっとマシなものがありますように。なんだこれ？よくわからないけど持って帰ってみようかな。よし、ジャングルの小さな部屋発見。かぶるのだけは避けたいけど。銃かな？ショットガンっぽいけど。まあ、持って帰るか。ふう、やっと見つけた。なんか疲れてきたよ。お、これは、体力回復速度が上がるアクセサリーだ。新しいのが見つかってよかったよ。これで何個目かな？とりあえず開けようか。わけのわからないものとかぶったか。まあいいや、回収っと。再び小さな部屋を発見。お、フレアガンだ。照明銃ってところかな？また後で回収するか。あれから1時間ぐらいジャングルを探し回ったら、これとか、あれとか、それとか、2個目とか、3個目とか、3個目とか、4個目とか、5個目とか。というわけで今回はここまで。住人が変わった理由はまた次回ということで、ご視聴ありがとうございました。